バンディアミール・コバーミアーン州はアフガニスタンの34の州のうちの1州。発音の点火により、バーミアン、バーミアーン、バーミアンとも表記される。アフガニスタンのほぼ中央部に位置する。一帯はヒンドゥクシュ山脈の山中に位置する渓谷地帯で、東西に細長い盆地をなし、バーミアーン渓谷と呼ばれる。州の人口は38万7300人。 ー都はバーミヤーン。バーミヤーンはアフガニスタンのハザーラジャートで最大の都市で同地域に居住しているハザーラ系民族の文化の中心地である。バーミヤーン渓谷のバーミヤーン市郊外には断崖に掘られた大仏で有名な仏教の石窟人遺跡が存在することでよく知られ、バーミヤーンと単に行った場合でも特にバーミヤーン遺跡を指すことが非常に多い。バーミヤーン遺跡は バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群として2003年にユネスコの世界遺産に登録された。また、美しい自然の景観でも知られ、道州西部にあるバンディアミール湖は多くの観光客を引きつけている。バーミヤン市は古代から存続する都市で、1世紀からは郊外の断崖に北のバルフをととするバクトリアによって仏教寺院が開作され始めた。 バーミヤン渓谷には通算で線を超える石窟が掘られ、優れた仏教絵画が壁画として描かれた。バーミヤンの仏教遺跡の中では、四世紀から五世紀頃に掘られた高さ五十五メートルと三十八メートルの二体の大仏が有名で壁画が描かれた。バーミヤンの仏教文化は繁栄を極め、二百年後の六百三十年に、唐の仏像現状がこの地を訪れた時にも、 依然として大仏は美しく装飾されて金色に光り輝き、僧院には数千人の僧が居住していたという。その後、ムスリム勢力の侵入がこの地にも及ぶようになり、次第に仏教との共同体は消滅していった。バーミヤーンのイスラム化が完了したのは9世紀頃だと言われている。その後もバーミヤーンはヒンドゥーク中の中継都市として政治的、 経済的重要性を失わず反映し続けたが、13世紀にホラズムシャー朝を壊滅させて、中央アジアを接見したモンゴル帝国の軍隊が、現在のアフガニスタン南部にあたるガズナにいた、ジャラール・ティー・メングベルディ率いるホラズムシャーの残党を追って、ヒンドゥク州に攻め入った時、チンギス・ハーン自ら率いるモンゴル軍に攻略された。この戦闘中、チンギスの次男、チャガタイの子、 モエット県がバーミヤーン側の放った矢に当たって戦死したため、マナマゴの死に激怒したチンギスハーンによって、すべての住民が殺害され、町は徹底的に破壊されたと言われる。これによって千年以上繁栄を続けてきたバーミヤーン市は全くの廃墟となって、その後数百年にわたって、人の住むことがなく、呪われた町と呼ばれる死の町であったとされる。 やがてハザーラ人が住み着くようになって、バーミヤーンの街は再建され、18世紀にはドゥッダーニー朝の一部となった。アフガニスタンはバーミヤーン渓谷にバーミヤーン州を置いた。アフガニスタン内戦が始まると、ハザーラ人がパシュトゥン人勢力と激しく衝突するに至り、1990年代後半には北部同盟に属するハザーラ人勢力とパシュトゥン人のターリバーンとの 激しい戦闘の最前線となった。1998年、ターリバーンの攻勢の前にバーミヤーンは陥落し、2001年3月には、ターリバーンは、バーミヤーン遺跡の2体の大仏を破壊して、国際的な非難を浴びた。しかし、同年のタイテロ戦争をきっかけにした、アメリカのアフガニスタン侵攻を受けて11月11日に、ハザーラ人勢力が奪還した。 2013年8月現在の知事は、ハビーバ・サラービーである。2005年に、カルザイ大統領によって、本州の知事に任命されたが、彼女は、アフガニスタン発の女性知事である。民族的には、ハザーラ人で、カルザイ政権の暫定行政機構下で、女性省大臣を務めた。また2006年7月には、同州のアフガニスタン国家警察に3名の女性が、加わったが、 これもアフガニスタンでは史上初であった。2007年現在、バーミヤン州にはニュージーランドの平和維持軍が展開し、地方復興チームの活動を助けている。同州は国内で最も安全な地域とみなされており、復興の進捗が著しい。ありがとうございます。